じゃあ、おたけ関連に行こうか。尊敬でもいいし、この人によく動画を参考にしてたとか、好きなうちしみたいな。僕は、焼きそばさんって人と、乱太郎さんって人の動画を中心的に見てましたね。めちゃくちゃかっこよくて、大好きです。僕は、幅広く全体的に見てきたんですけど、特に見てたっていうのが、自分の周りでやってる身内のうち師の、はい、もう本当に近い存在の先生、それこそ、ロト君だったりとか、見てましたね。あとは、人見知り界隈。はい、ずっと見てました。自分はそのここで立てるとかそういう意味じゃないんですけど、昔からずっと本当にフラインの動画めちゃくちゃ見てて、オタゲーを始めたきっかけもフラインの動画を友達に勧められたことだったんで、マジ？そうですね、地球細胞を友達から、これいいから見ろって言われてフラインの動画見てめちゃくちゃ感動して、オタゲーそっからいろんな動画を見るようになって、そんなん一言も言ってくれんかったやん。え、そうでしたっけ？一回も言われたことないよ、そんなの。もっと出してそういうの。すごっ、入っちゃったじゃん。入っちゃったし。ありがたいことに。シンデレラボーイ。シンデレラボーイ。2年前に。あ、そうね。そう、本当にフラインの人が、本当に自分まだおたぎ始める前で、たまたまハロウィン友達と回ってたらフラインの方がいて、勇気出して話しかけて一緒に写真撮ってもらった。え、すごい。そうそうそう。で、次の年、ハロウィンで、たまたま一緒になって、一緒に回って、今年もハロウィンの日はみんなで飯食ったから、3年連続ハロウィン一緒に行くね。なんかの縁でね、すごいわ。すごい。超素敵な話だった。ね。振り付けの中でこの動き苦手みたいな、こういう振りが来たら嫌だなみたいなの。ああ、全部むずすぎ。本当にむずい。意外と何、意外とって言ってた。沖縄。違う違う違う、ちょっと詰まった。意外とやってみると何、その、あ、音に合うってこんな感じってなって、そういうのはちょっと最近気づくようになった。成長してる。戦いの中で成長しやがる。こいつ、僕はピタッて止まる関係のやつ、100からさらにピタッて止まる動きが苦手です。俺も、はい、使用します。自分はあれ、統治全般にめっちゃ苦手です。え、そうなの？自分統治マジでできないです。え、なんか自分の技に悪くない？うん、あれ、そうなんですけど、折り技最初に統治っぽいの出しちゃったんで統治できるかなって思われがちなんですけど、実は本当に全くできなくって。そうなんだよ。で、あのフォークさんと一緒ぐらい身長が低いですよ。いや、フォークの方が低いよ。あー、いやいやいや、違う、なんで、なんで161。あ、じゃあ、あれ、じゃあ、フォークの時代じゃん。フォーク 159.33。いや、160。で、なんか、それもあって、腕が短いんで、トーチやった時に生えないというか、動きが全体的に小さく見えるんで、それを今後改善していけたらなぁと思ってます。じゃあ、好きなタイプは？うわ、待って、めっちゃむずい。その、何？バカじゃないやつ。バカじゃないやつ。あ、いや。出すよ、その何、頭の悪い女が嫌いだとかじゃなくて、あの、俺がバカなんで、その、引っ張っていく。そう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 。あ、なるほどね。しっかりした。しっかりした人がいい。なるほどね。まあ、優しければってのもあるんですけど、あの、特に、しっかり食べる人。はい、もう食いすぎとかじゃなくて、ちゃんとご飯をもう、ババって。私、寿司3皿しか食べれない。あ、もうちょっと、それはもう心配になっちゃうっす。やっぱり。もう嘘つけみたいな。自分の好きなタイプは、一緒にいて楽しいとか喋ってて安心できる人が、え、めっちゃなんか曖昧なこと言ってますね。うん、男でもできんもん。そう、まあ明るい人です。誰でもいい感じになってるんで大丈夫。誰でもいいわけ。一緒にいて楽しい人を募集して、募集してます。募集してます。じゃあ俺も。募集らしいです。俺もお前金だね、書いとけ。方言とかないの？方言ですか？あ、それはまた、岡山と沖縄。岡山の方言は、なんとかじゃろうとか、なんとかじゃけん。え、言うのそれ？めっちゃいます。そう。で、実家から帰って友達と話すと、めちゃくちゃ方言で出ます。え、わかる？出るよね。めっちゃ出ます。え、出る？え、出ますよ。その地元の友達とかと会うと。出ちゃうっす。だって俺らの前は出ないじゃん。そうっすよ。そりゃそうじゃないですか。敬語して、出して、出して。出してって言われたら出されへん。それは俺にとかに対して敬語だから出ないわけじゃん。なんかここのところだって敬語じゃなかったら別に出てよ、うん、出るおかしくないわけじゃん。あっ、そうっすよ、僕関西に4年5年いたんですよ、うん、でちょっと質問じゃないんだけど、うん、いいよ。メンバーからどうなの？確かにメンバーからは聞いてない。10人だもん。10個ある。タイムで10個ある。ま、俺確定だしな。余裕やない。確かに。え、だって黄色じゃん、赤じゃん、で、まあ白でしょ、で、ヒロピーがフォークとかもさ、なんか怪しいやってるか。で、ヒロピーが青じゃん。うん、で、池江さん、池江緑じゃん。ここまでは決まってる。決まってるわけじゃん。何は残ってます？あと、ピンク、紫、バイオレット、
バイオレットじゃん。バイオレットじゃん。バイオレットじゃん。最近ハマってるっすよ。なんか、サイリウムで、バイオレット用意して、バイオレットじゃん。ハマってる。ピンク、バイオレット、アサギ、オレンジ。オレンジ。え、9しかないの？サイリウムって。そうだよ。メンバー1人いた。バトルはすんの？まあでもそれで言ったら、まあいざはオレンジかな。いざめっちゃオレンジ。太陽。太陽使うんですよ。マジで俺個人的なあれでいくと、自分が推してたアイドルの林真夏って子がおるんですけど、その子の好きな色が水色だったんですよ。だから水色系。アサギがいいんだね、希望としては。じゃあフォークはピンクでいいの？もう、まあ、僕もアサギがいいっすけど。そうやばい、やばい。実は僕もアサギの。これ、アサギ戦争。実は俺もアサギがいい。じゃあ、黄色くれよ。じゃあ、その黄色くれ。そうなんだ、アサギ人気だね。アサギめっちゃ綺麗。ああ、そうなんだ。動画前めっちゃします。じゃあ、フォークはピンクで。俺はもう、はいとしか言えないんだ。でも、コエルの方がピンクっぽいけどな。いや、コエル俺もね、ピンクっぽい。コエルの方がピンクっぽい。奥さんはなんか紫っぽいイメージ最近ついてる。確かに確かに確かに。もしかしたら悪いです。じゃあ、俺決まっていく。オレンジ。オレンジ、ありがとうございます。オレンジ、オレンジ、水色、お、マジ？ピンク、紫、七瀬が黒。あー、おぉー、バッチリ。めちゃかっこいいっすね。バッチリ。かかる服黒しか持ってないし。バッチリやん。パンツオレンジ色だったりするのに。そうなんだね。アメラオレンジ。じゃあ僕は富士山のパンツ履いてる時の出た。まあそれでいいんじゃない？なるほど。じゃあカラーは今決まりました。はい。はい。ってことは水色です。オレンジ、水色、ピンク、紫、白ですね。です。他のメンバーももともと決まってるから。まあまあそれが一番いいんじゃない？七瀬の黒マジでしっくりくる。七瀬の黒めっちゃしっくりくるっす。こんな雑に決めていいんだっけな、カラーって。それで一個の企画。思ったそうなんですよ。この流れでいけるもんね。担当職カラー決めようの企画でいけたんだけどな。まあいいか。